じゃあお邪魔します。いや楽しみ。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。15センチ上がる。難しい。これどっか使おうよ。テレビがここにスパーがある。テレビがここは柳田くんのお家だ。もうオーダーマンション。オーダーマンション。ここ今ブッキングが。30歳熊本出身の独身の方です、はい。今賃貸にお住まいなんですけど、おしゃれな人なんでちょっとおしゃれな物件に住むって。すごいイケメン男前な。ああ、そうなんだ。独身なんだ。独身イケメン。独身の方です。誰もほっとかねえって感じではある。マジか、うん、左利きなんだ。左利き、そうそうそう。でね、大事なので猫が。ああ猫か。猫何匹飼ってる。一匹保護したっていう、まあ、心の優しさもあるという感じですかね。素敵な方ですね。料理も作るよ。だからこんな料理の時間2時間取るんだ、うん、なるほどね。結構家庭的な方ですね、うん、そうだね。すごいいいね、うん、お弁当らしく。アウトドア系の趣味をとともやりたい。なんかね、最近釣りをちょっとやり始めたりみたいなのはなんか言ってた。そうなんだ。で、ね、やっぱり結構イケメン。そうなんだ、うん、さっきも言ったよね、イケメン。あ、言った言った。あ、堀場くんも釣りやるもんね。僕釣りやるんですけど、うん、あ、じゃあいいね、一緒に。そうだ、そうですね、うん、友達作りまあでも、友達をここに書くってことは、お家に友達を遊び来てほしいってことだよね。うん、そういうことだね。休みそういう集まる場所みたいな感じもすごい要素としてはあった。一人で過ごすっていうよりは仲間たちと過ごす場所。あれ来やすい家とかにしてみたい。あ、そうだね、うん。まあ未来はそうですね。5年後の自分っていうので結婚して子供ができて、うん、で名古屋に友達も増えて、まあなんでここの場所を拠点にそういうサイクルができるのが一番。そういう生活をしていきたいってことだね。だからずっと一人でっていうよりは仲間が増えてきてっていうその拠点になればなるほどね。いいかなっていう感じかな。で、そう、で今をより楽しむためにこの家を買った。なるほどね、そういうことか。イメージ的には何年後こういう風な想定やるな、こういう家っていうよりは、うん、今が一番、今が一番いい。ああ、まあそうだよね。それが結構間取りでやるっていう、うん、今回のコンセプト、はい、どういうコンセプトを入れていこうかなっていう。結構ね、やっぱ寂しがり屋さんなところもあるから、やっぱ人がこう、うん、来てくれるみたいなのって結構大事だから、なんか落ち着くとかそっちよりも仲間と過ごす時間みたいな、そっち系のコンセプト。そうだね、うん、ちょっとみんなの方向性としては仲間を呼ぶ、褒めっていうところで感じの言葉があるね、うん、加藤ちゃんと一気でみんなでご飯食べながら、お酒の、まあ、飲めないけどっていう場が。もしかしたらお酒のおつまみとかね、うん、作ってくれるかも。作ってくれそうだ、ね、うん、料理上手だから。そしたらみんなで遊びに行きたいな。そうだね、うん。まず、うん、一番ちょっと大切にしたかったのが、はい、みんなとワイワイする、まず呼びたいとか、うん、そういう感じだったので、うん、やっぱそうなるとキッチンとかが一番まだ食べてるから、はい、ワイワイしやすいかなと思ったので、そこをちょっと大事にしたかったので、一番大きくこの第二キッチンを大きく、で一人暮らしですけど、まあ、4人とか結構な人数がいても大丈夫なので、結構多いね。結構大きいよね、これ天板。迫力は。あ、すごいね、3メートル取ったんだ。カウンターだけじゃなくて、普通にそのままそこで食べれるっていうテーブルやから、そのぐらいの大きさってことだよね、うん。ダイニングキッチンなんだね。あとはもう一つが
ずっと落ち着きたいとか、したりしたり、あと映画見たりとかゲームしたり好きってことなんで、まあ、こういうリビングとかは言ったりとかは、ここも大きく、こっちがプロジェクターが映るんだ、こっちがソファー、実はあれですね、スリーブが少なかったんですよ。ほうほう。なんでスリーブとは、スリーブ、まあ外から体幹とか持ってきたりする穴ですね。少なかったんで、ここのサッシを改造して、そこからエビットとか給湯器外につけて引き込む形になりますね。今回三沢さんのお宅は角部屋なんか、ここに窓があるとかね。なるほど。あとね、この土間とキッチンの間の間仕切り、ここは絶景、そうこれ室内窓だったんですけど、室内窓、バスケット、ついてるよね、これ。あ、いいね、行き違い、あ、友達が入ってきて、そのあ、来たか、キッチンから見える。なるほど、いいじゃん、めっちゃ綺麗やん、最高。で、入って、ここでなんか、みたいな、なるほど、逆に気づいてなきゃよかったね。おい、行ったんだよ、かっこいいよって思い切って下の方にさ、こう、あ、ちょっと猫ちゃん、ね、猫ちゃんのやつもちょっと大きい目にしといてさ、買い物してきて、そこからドゥンって入れれるとかどう？そう、あ、スンって、あー、なるほどね、冷蔵庫前にね、冷蔵庫前に、うん、こう行くよりも、ここが猫ちゃんもあの通り抜けれるこういうパターンみたいなやつがあるけど、ちょっと大きめにしといて買い物の袋をドン、普段の方はですね、まあ、ゲストとかいろいろ作りたかったんですけど、まあ、ちょっと予算もちょっと厳しいなって思って厳しかったです。まあ、ゲスト作ったら多分3000万今回は、まあ、今回はですね、ゲストを参加してもらいました。本当に今日みたいな日を迎えれて良かったなと思ってます。コンセプトの景色、お、景色いいですね。プラン、どうしてこういうマンションにしたか、まあ、まずこのマンションはですね、そんなに広くないです。53平米ぐらいっていうサイズ感で、猫ちゃんと2人が暮らしが全然いい広さかな。ただ、まあ、一人で過ごすだけじゃなく、友達をいっぱい呼びたいなってやっぱり結構ありました。やっぱりこう人を呼んでわちゃわちゃするのが好きな性分なので、キッチンを大きく作らせてもらって、そこをみんな仲間と囲んでお酒を飲みながら料理を作りながら楽しいゲームをしながら、そういうのができるのがまず一番の目的と思ってやっておりまして、あとは好きな家具とかがもともと何年も前からあったので、それを入れたいなっていう思いがありました。デザインテイストに関しては赤みのあるというか、柔らかさのある家にしたかった。鉄とか無骨な感じを完全に省きたかったっていうのがあって、ピンタレストで探していったら割と集まった雰囲気の写真が、こういう赤みのある柔らかい感じの左官をメインとしたようなデザインテイストだったっていうのが、まあ、今回の僕のお家のイメージです。ここにタイルが貼られて、ここにキッチンがドンと来て、物置ここにして。